どうも皆さんこんにちは、津田明でございます。白井水色です。はい、これなんでこんな落ち込んでるか皆様私の方から説明させていただきます。実はですね、皆さんね、私の同級生で総理大臣からも賞をもらったことがあるという社交ダンスの先生がおりまして、でその先生のところにアポを取って、ぜひともてるさん来てくださいというお話をいただきましたので、じゃあお伺いさせていただきます。じゃあこの間何しましょうかと、白井さんはダンスが得意ですので、ダンスの方をちょっとお教えいただければなと思いますというふうに僕は勝手にアポを取って約束をしてしまいましてですね。で、現地まで来て、今までさっき車の中では機嫌よく喋っていたんですけどね、移動中は。着いたらもうこんな感じで、もう全くもうやる。もうどうしようかと。実は俺はダンスが一番苦手なんだと。もう来るべき時が来たということをおっしゃって、こんな下向いている状態でございまして、まあ、そんなこと言わずにね、先生、何でも経験ですからね、芸能人ですからね、やってくださいよ。俺は、はい、日本舞踊の師範の家に生まれてね。なるほど、わかりました。坂東幸章の長男坊で知ってご存知しております。はい、本当は後を継がなきゃいけなかったんだけど、踊りが大嫌いで、やんなかったんですよ。だからダンスとか踊りとか、音楽に合わせてなんか体を振るとかっていうのは、もう苦手なんですよ。私は苦手なんですか。もうやりたくないの。でもね、これでまたね、一皮むけるかもわからないですよ。テルさん自身がやったら楽しかった、お、よかったって今から1時間後に意気揚々とここから出てきてですね、じゃあ次行きましょうって絶対なるかもわかりません。ね、ならない。いや、やってみないと分からない。もうそんなね、ええ年してね、いじけたらあかんですよ。ね、せっかくこういう場所があってね、教えてくれる先生がいるわけですからね、たまにはちょっと僕の言うことを聞いてね、なんかやってください。分かりました、ね、よろしいですか。皆さんご来てください。はい、ありがとうございます。すいません、見てくださいよ。もうニコニコしながら出てきて、それだけあれだけ楽しいということですよ。分かりました。いいですか。いや、そんなんで、エルジャンメロパンツ前に回ってもらえる。何を言うとんですか、ロレツ回って。よろしく、来週。ですからちょっと今回もダンスは苦手なんですよ、私は。はい、ダンスはうまく踊れないなんですけど、なんですけど頑張ります。はい、はい、頑張りましょう。はい、社交ダンスで大きく分けて2つに分かれるんですね。はい、ラテン系のルンバとかチャチャチャとか、はいはいはい、ね、はい、ああいう系のとスタンダードワルツと、タンゴとか、はいはい、フェイクしてるからね、はい、しております。ああいうのも分かれるんですけど、今日は、はい、ラテン系のラテン系のルンバ、ルンバ、ルンバをやっていきたいと思います。ルンバ、コーヒールンバ、コーヒールンバ、コーヒールンバ、あんな感じでね、なるほど、はい、はい、まあ、愛のダンス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 だ。
伸ばしていただいて、で、左手で、女性の右手をこう下から上にね、こう握ってもらうんですね。で、ここから右足出してもらって、左足、で、右足戻して、どんなやつなんですか、え、こう、難しいのこれ。はい。何でもできないじゃないですか。ルンマの時の動き方っていうのが、結構こう、こういう動き方をするんですね。これは先生、スポーツですね、完全に。難しい。何？まあ、できる。動線。これは、おへそを結構斜めにこう向けちゃう感じでやってもらうと、いいですね。日本ぐらい全然じゃん、ね、いやらしいみたいセクシーです。女性はこういうふうにこう向かい合ってますね。女性もこういうふうに交代をしてこう動いてるんですね。よく見ます、よく見ます。ありがとうございます。それに、動きが合うようにちょっと練習しましょう。右足から出てもらって、左足出す、右足に戻って揃えて振り返る。適当でいいです。ちょっとふざけてる。ふざけてるけど。ふざけてね。前にやらなかった。じゃあその前にいっちゃう。とりあえず二本だけでいいです。練習。二本だけでいい。そうです。教えられてばっかでなんかちょっともう悔しいんで、今度俺と金屋さん
ションで縦の稽古をこの人にしてみようそうじゃねえんだよやろうとしたまあまあそんなこといいですよね、でもなかなかあのダンスもですね、はい、あのいい運動になりますね。確かに運動するのもスポーツですね、完全に、今の一瞬だけでもね、これ本当に腰がもうこうね、そうなんグリングリンくるから、これもウエストの割れもいいんじゃないですか。そうだね、本当に、はい、だけどこれ本当1時間でも泳ぐと大変な運動力ですね。ねえ、ユミ先生の素晴らしいスタイルになって、この男性らしいこの素晴らしいこのね肉体になって、ほんで俺たちみたいなこの直感でいいかもうちょっと良くなるかもしれないけどね。でも本当ダンス今日ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、これダンス本当皆さんねやった方がいいんじゃないかなと思ってます。はい、そんなことなので、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございましてね、はいはい、終わりました。いかがでしたか。やっぱりちょっとローテーションでしたけど、ちょっと、はい、やっぱり、まあ、なんとか頑張りましたけども。そうですよね、やっぱり私はダンスが苦手ですそうですか。やっぱり思った通りでした。あ、そうですか。もしかしたらどっかで何かなるかなと思ったけど、やっぱなりません。どうにもなりません。ちょっと無理です。無理ですか。まあでもそんなこと言わずに健康のためにまた、そうですね、趣味程度でも健康です。またなんかちょっとなんかちょっとやっていくのもいいかなと思いますけども、はい、でももうなんか今ダンス流行ってますんでね。そうですね、はい、なんか体を動かすきっかけになってね、なんかその走ったりなんかするのは嫌だとかね、はい、いう人も、筋トレなんかしたくないぜっていう人も、これダンスはやりたいって人もいるかもしれない。まあそれぞれですからね、考え方が、ね、体を動かすのもやっぱり、はい、これはいいことなんでね、はい、おそらんじゃないかなと思ったと思います。おっしゃる通りですね、はい、そんなんで、はい、今日はいい体験させていただきました。椿木屋さん、ありがとうございます。こちらこそ恐れ入ります、もったいないお言葉、はい、なんで、はい、今回のテレチャンネルはこれにて終了でございます、はい、また次回のテレチャンネルでお会いいたしましょう。よろしく。はい、はい、動画面白かった。